未来の答えは一つじゃない。さあ、まだ見たことのないカーボンニュートラルの未来へ。世界中にワクワクのアンサーを。贅沢なアウジのような上質な空間です。
いいよね、スペーシアカスタム。本当にいい車ってこういうことよねって感じ。どうですか、家族みんなの希望は叶えられましたか。はい、満足以上です。燃費をさらに向上させたマイルドハイブリッド搭載のスペーシアコンセプトシリーズ、これからも日本中の家族に笑顔とワクワクをお届けしていきます。車を選ぶ基準は人それぞれだけど、毎日運転しなくちゃいけない私はしっくりくるデザインが欲しいし、運転しやすいサイズがいいし、あと安全機能も欲しいし、贅沢かな。そんなあなたに鈴木のアンサー。日常の移動をワクワクする遊びに変えるスイフトコンセプト。鮮やかなブルーたまらない。あれ、このイエローも素敵。あー、素敵な街にぴったりな、これぞコンパクトカーっていうデザイン。一目惚れしちゃいそう。もう走り出したくなっちゃう。わー、運転も気持ちいい。安全性能はどうなのかな。最新の運転支援機能も充実していますよ。例えば高速走行時にカーブを曲がるとき、車がカーブを認識して自動で速度を制御してくれます。追い越しのため車線変更をするときには方向指示レバー操作と連動して自動で速度を制御、スムーズな運転をサポートしてくれます。さらにナビの横のカメラがドライバーの顔を認識するドライバーモニタリングシステムを新たに搭載しました。居眠りや脇見を検知して教えてくれますよ。運転する私のこといつも見守ってくれてるのね。運転がこんな楽しいなんて初めての体験かも。スイフトと一緒に次はどこへ行こうかな。このデザインと走行性能がコンパクトカーと暮らす毎日を一新します。さあ、あなたもご一緒に。続きは行くも海も空も。鈴木のワクワクするアンサーは行くだけじゃありませんよ。水の上だってもっと楽しいものに変えちゃいます。鈴木のアンサー、電動化で水上のレジャーをもっと身近に。電動船外機スモールイーアウトモードコンセプト。え、ボートを動かす船外機も電動化？はい、電動化することでメンテナンスが簡単に。水の上のレジャーがもっとみんなに身近なものに生まれ変わります。膨らませて簡単に使えるゴムボートに誰もが扱いやすくなった電動船外機、これはこれ楽しむのにもぴったりの組み合わせです。このゴムボートについているのが電動の船外機なんですね。スタイリッシュですね。いいでしょう。そして持ち運ぶ際には搭載用ハンドルを本体に収納可能。さらにバッテリーを取り外せるので車にも乗せやすいんです。しかも充電はご家庭で簡単に、何よりも静か。バッテリーはポータブルバッテリーとしてもお使いいただけますよ。レジャー先でスマホの充電や USB 扇風機やヒーターなどにも使用できるのでとっても便利です。環境に優しい電動船外機でボートライフをもっと身近にする。ぜひご期待ください。さらに鈴木の挑戦は陸や海だけでなく空へも広がっています。鈴木のアンサー、空を自由に移動する空飛ぶ車のワクワクを。
鈴木が空飛ぶ車って驚かれた方も多いかもしれません。コンパクトな車作りを得意とする鈴木と、コンパクトで軽量なエアモビリティを開発する株式会社スカイドライブが、空飛ぶ車の製造実現に向け協力することになりました。空飛ぶ車スカイドライブは、画面をご覧の皆さんは左後ろにございます。こちらですからね、後でご覧くださいね。鈴木は陸でも海でも空でも、一人一人の移動の自由を楽しく広げていきます。一人一人の移動をもっと自由にしたい。鈴木はそんなモビリティの未来を考えています。免許がなくても乗れる乗り物ってないかな。もっと颯爽と移動できる乗り物はないかな。荷物とか運ぶのが大変なんだよね。そうそう、階段とか大変なのよ。もうなんかいい乗り物がないかな。鈴木のアンサー、一人一人の移動をもっと自由にする、パーソナル次世代モビリティ。免許がない私でも買い物とかちょっとした移動をもっと楽に楽しく行けたらいいのに。そんなあなたに鈴木のアンサー、スズライド。免許がない人の移動も自由にする新提案です。お、来た来た、こちらをご覧ください。こちらがスズライドです。車に見えますか、それともバイク、そのどちらも違います。スズライドは16歳以上から免許なしで乗れる特定小型原動機付き自転車です。新しい、免許持ってない私でも乗れるんだ。もう体がウキウキ動いちゃう。四輪なので走りが安定していて安心です。走行モードを切り替えれば車道だけでなく特定の歩道を走ることもできるんですよ。後ろのボックスに荷物も結構入りそうですね。はい、たくさん入って雨でも大丈夫、使い勝手も抜群ですよ。免許がなくても買い物、通勤、通学、移動がスイスイ自由に。これがあればどこでも行けそう。荷物が多いんだけど便利な乗り物はないかな。そんなあなたに鈴木のアンサー、鈴カード。荷物を運ぶことを考えたモビリティ。鈴カード、鈴ライドの友達。はい、鈴ライドの電池を伸ばし荷物をたっぷりと詰める大きな荷台をつけました。荷物を運ぶ仕事に使えそうだな。もう荷物をガンガン運んじゃうぞ。イエイ。仕事だけじゃありませんよ。例えばキャンプやアウトドアなどをはじめ、さまざまなシーンで大活躍するタフな相棒です。生活にも遊びにも使えてワクワクしますね。一人乗りで颯爽と歩道を移動できる、そんな乗り物ってないかな。もちろんございます。鈴木のアンサー、鈴木 GO。 新発想、一人で颯爽と移動できる歩道用電動モビリティ。お、デザインイケてるな。ヒアウィーゴーって感じだ。デザインのモチーフは GO の G の文字。体をぐるっと囲ってくれるラップアラウンドフレームで乗った時の安心感が違います。あ、街で乗ってる人がいますよ。お、本当だ。荷物はどこに乗せられるのかな。シートの下に大容量のラゲッジスペースがありますよ。運転操作もジョイスティックで簡単。障害物と接近したときに警告音や自動減速を行う前後の超音波ソナーもついて、安全性も使い勝手も両立させているんです。これ最高だな。街の移動が楽しく変わりそうだ。私が住んでいる街は結構段差や階段も多くて、バイクや車では移動が大変で、そんなお困りごとを楽しい移動に変えるアンサーがこれ、モクバ。階段や段差をシームレスに移動できる次世代4脚モビリティです。
こちらに展示していますが、あ、ちょっと先の未来と中継がつながったみたいです。四脚歩行モビリティのこの木は平地では車輪で進み、階段では四本足に、段差をシームレスに移動できる未来のモビリティです。もうスイスイどこまでも行けちゃうじゃない。さらに荷物の運搬や救急の担架などさまざまな場面に合わせて最適な形にカスタマイズして使えるんです。使い方が無限に広がりそうですね。あれ、中継が消えた。あ、戻った、よかった。毎日の移動がこんなに自由になるなんて、もう動きたくなるな。みんな楽しそうですね。鈴木の電動モビリティで一人一人がもっと自由に移動できる未来が見えてきましたよ。鈴木がお届けするモビリティにご期待ください。開始いたします。続きのブースをご見学いただいた後、どうぞご覧ください。